今年のおすすめアーティストは、バンドメイドとワッケーアーティストね。ガールズバンドではバンドメイドが、頭一つ抜き出ているわ。ただ技術的にはそれに追随しているバンドも多いわ。長い年月を重ねて、西洋の音楽に日本が追いつき抜いた感じがするわね。ワッケーにはビシュ、ビス、ギャングパレード、エンパイアーがあって、音楽プロデューサーの腕がいいから両曲が多いわ。それに他のアイドルグループが追随して、伸びている感じね。男性アーティストは売れている人たちは、みんないい感じだと思うわね。嵐の2020年活動停止には驚いたわね。